こんにちは、こんばんは。高分構造オフィシャルチャンネルへようこそ。50号の作品を細分化して解説付きというか雑談付きでお送りしているんですけれども、大丈夫でしょうか。今までのメイキングがもう下書きから完成までを一気にお見せするという感じだったので、こうやって細分化することに対してアレルギーを持ってらっしゃる方がいて、もうまどろこしいから完成してから全部まとめて伝えてくださいというようなご意見もいただいてるんですけれども、どんな感じでしょうか。ちょっと実験的にお届けしているんですけれども、ご意見はね本当にありがたいんですけれども、メインチャンネルの方はあまり再生数とか気にしないでいきたいなっていうふうには思ってるんですけれども、お一人お一人の方がチャンネルのためを思っていろいろアドバイスしていただいているので、アドバイス自体はありがたいんですけれども、いかがな感じでございましょうか。私自身はもう完成してからなんか一方的にお伝えするっていうよりも、できていく過程をちょっとずつ皆さんとこう共有したいなっていうのもあるんですけれども、画面に行きましょうか。そろそろね、前回は背景を虹色というかシャボン玉色に塗るところをお伝えしたんですけれども、いよいよ人物に取り掛かるんですけれども、今背景でちょっと薄くなった人物を鉛筆とか色鉛筆で下書きをもう一度起こしているところですね。ちょっとほとんど消えてしまったところもあるので、今一度下書きを書き足しているところです。そしてなんと耳のところは以前ご紹介した製図用具の曲がる定規を使って耳を描いていく感じなんですね。嬉しがって使いたいんでしょうね。別に使わなくてもね、耳ぐらい描けると思うんですけれども、あえて使いたいというね、何かで使っとかないと、いつ使うかわからないので使ってるという感じですね。今回の着ぐるみは熊のような猫のようなネズミのようなちょっと曖昧な、一体何の生き物なのか、見る方それぞれにいろいろ捉えられるようなちょっと架空な生き物のような、そんな感じにしたいので、耳もこんな感じでクマなのか猫なのかちょっと捉えどころのないようなこんな感じにしてみましたけれども、皆さんはこの着ぐるみ、何の生き物の着ぐるみを着ているように見えますでしょうか。よく言われるんですよね、また後で書き足すんだったら下地を全部終わってから下書きしたらどうですかって言われるんですけれども、いつもこんな感じのめんどくさい工程をたどって作品ができていっております。そして今回は着ぐるみの方にも目を描くので、人物と合わせると4つの目が光ってるようなそんな感じになって、久しぶりにオッドワイにしようかなと思ってるんですね。色合いはブルーとピンクっていう感じにしていくんですけれども、着ぐるみと反対にするのか同じにするのかは描きながら考えたいと思います。そしていよいよお肌に取り掛かるんですけれども、ここからちょっとスタンプを押しまくっていくので、ちょっと集合体恐怖症な方は要注意です。途中からもうダーッと顔がスタンプで埋まって、見る方によったらちょっと気持ち悪いってなるかもしれないので、気持ち悪いかなってなりかけたら映像ストップしていただけた方がいいかなっていう感じなので、その辺だけご理解いただいてご覧ください。今回の人物はもうほぼここからは筆を使わない感じで描いていきます。ほぼというかもう全く筆を使わずに、陰影も目も唇も着ぐるみも全部スタンプのみで、大小極小様々のスタンプのみで描いていこうかなと思って、ちょっとそれにね前から挑戦してみたかったんですけれども、以前にネバーディスパイアというような、今どこに行ったのかちょっといろいろトラブルに巻き込まれた作品がありまして、そちらもスタンプで描いたんですけれども、あれは半分ぐらいスタンプで半分は筆を使ったっていう感じなんですけれども、今回はスペースも大きいので陰影もスタンプでどうにかつけられるかなって、顔のサイズがかなり大きいので大丈夫かなって、こんなことしたことないのでできるかどうか若干不安なところもあるんですけれども、ちょっと筆を使わずに頑張って調整していこうかなって思うんですね。なので滑らかな肌にはならないと思います。本当にこうなんかモザイクアートのような集合体のようなブツブツのようなそんな感じの肌になっていくと思うんですけれども、映像ではどのように見えるかわからないんですけれども、実物と動画とか画像で見た時の差みたいなものを私は出していきたいなって常々思ってるんですね。もうネット上で何でも見られるようなそんな時代において、アナログの価値って何なんだろうって
絵描きは常にそことのせめぎ合いだと思うんですけれども、色とか質感とかやっぱり実物で見た時に画面で見てたのとは全然違うなっていう質感を持っていただきたいなと、せっかく足を運んで実物を見ていただいた方に何を見せられるのか、何を感じていただけるのか、絵描きとして、まあ、表現者としてどう皆さんに何を感じていただけるのかっていうところを思うと、質感とかテーマとかいろいろあると思うんですけれども、私に何ができるかなって、自分のオリジナルで何ができるかなと思ったら、私はスタンプで絵を描いてるので、スタンプでちょっといつもね、着ぐるみの時は下地をダーッとスタンプで埋めて、あとは筆で陰影をつけていったりとか、モコモコ感を出したりしてるんですけれども、それを応用して陰影も全部スタンプでちょっと挑戦してみたいなと思って、筆とは違って本当に不自由な画材でどうにもならないところもあって、もう歯がゆいところもあるんですけれども、あえてそこはスタンプのみで描いていこうかなって思ってるんですね。最近の現代アートの流れとしては、原画でも印刷物でもその差というのが今どん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 なくなってきてて、それがいいとされている面もあるんですね。それが全てではないんですけれども、でも私はやっぱり絵なので物質なので、やっぱり印刷とか画面とか動画とかと原画の差はつけたいなって思ってるんですね。かといえもちろんスーパーフラットとか今のそういう流れっていうのは尊重したいし否定はしないんですけれども、いろいろあっていいんじゃないかな。やっぱりこのアートの文脈っていうのがあって、その流れももちろん大切ですし、そのアンディ・ウォーホルの時代からこの大きな括りでは現代社会として資本主義へのなんか問題とか大量生産大量消費のことを根本的に作家としてそこはみんな見てると思うんですけれども、その上でどこを強調していくかとか、その細かいところは多様でいいんじゃないかなって思うんですね。なので私はこう肉質感っていうか、もう今では死語って言われてるかもしれないんですけれども、肉質感っていうか、今すごくアップでスタンプを押してると思うんですけれども、絵の具をつけてスタンプを押す、絵の具をつけて押していくっていうこの反復で、大量生産とか大量消費とか溢れ出た情報とか、その大量生産大量消費というのは20世紀に入ってからもうずっと言われてるんですけれども、それに加えて今の現代社会は情報が多すぎて、その情報との付き合い方、デジタルとの付き合い方っていうのがあるので、それをこの反復するスタンプで表現したいなって思ってるんですね。この絵の具をつけて押す、絵の具をつけて押すというスタイルで、このアップでご覧いただくと、このスタンプについた絵の具の盛り上がりっていうのが見ていただけると思うんですけれども、原画って作家が手で描いた一点ものの肉質じゃないですか。世界でたった一つのこの素材感というか、物質としての絵の価値みたいなところをやっぱりちょっと持ちたいなと思ってるので、実際に私の作品をお迎えいただいたり、実際展覧会で絵を見られた時にしか感じられないような、なんかキラキラ感とかデコボコ感とか肉質感とか、そういうものをなんか出していきたいなって、あえてそういうことを出していきたいなって、画面上でもねそれをなんか感じられるようなそういうものを出していきたいなって。でもさっき言ったように、もちろん画面で見た時と実際に実物を目の前にした時とでは圧倒的な差があるような、絵の力というか、なんというのかな、画面の力というか、そういうものもやっぱり変えていきたいなって、いろいろ挑戦していきたいなって思ってるんですね。とはいえ50号なので、多分皆さんが今動画で見られているよりもかなりの大きさがあるんですね。物で例えると多分畳1枚に近いんじゃないかなっていうぐらい、畳よりもまあ一回りぐらいちっちゃいかなって、でもかなりの大きさなので、それをスタンプで埋めていくっていうのはかなりちょっともう手が疲れてくるようなそんな作業なんですけれども、なので実際にこの作品を見られた人っていうのはかなり動画との違いっていうのをね感じていただけると思います。やっぱり作品が大きくなれば大きくなるほど、実物が持ってる圧力っていうのかな、なんて表現したらいいかわからないんですけれども、実物と画面の違いっていうかギャップっていうのが出てくると思うんですね。それがこの50号サイズになれば、多分この動画で見られてて、この原画を実際にどなたかが見られた時にこんなに違う印象があるんですねっていうくらい違うと思うんですね。実際私もこうやって今連続でスタンプを押してるようには見えてるんですけれども、スタンプで何個か押したら
隣の部屋に行って離れてみたりとか、それでもわからない部分は一度タブレットとかカメラで撮影して、その画面を見て、あ、じゃあもうちょっとここにこのスタンプを押そうかなとか、そういうふうにやっていってるんですね。そのくらい、ちょっとなんか近くで書いてると、何を書いてるのか、どこに何をしてるのかが、だんだんわからなくなる瞬間があって、普段から壁画とか大きな作品を書いてる人だったら慣れてると思うんですけれども、こういうのって慣れなので、やっぱり普段からやっぱり定期的に大きいサイズを変えておかないといけないなって思いました。もうちょっとこの辺からかなりスタンプを押しているので、かなりちょっと集合体になってきているので、見る方によったらちょっと気持ち悪いかな、ちょっと不気味かなって思う方も多分いらっしゃると思うので、気分が悪くなられた方はどうぞご遠慮なさらずに、音声だけ聞いていただくとか、動画をストップしていただけるとか、何かしらの対処をしてください。なんかご無理しないように気をつけてください。今回撮影しているのは 4K の一眼レフカメラなんですけれども、ちょっといろいろなねアングルから撮影しようかなと思って、これは下からアングルでございます。キャンバス自体も360度ぐるぐる回しながら描いてるんですね。動かして回してぐるぐる回して描きやすいような位置でスタンプを押すようにしてるんですけれども、これは全く画面を逆さ向けて、今額のあたりを一生懸命スタンプを押してる感じなんですけれども、むやみやたらに押してるようには見えるんですけれども、この時点である程度陰影を考えて、この後に影となる色をつけていくので、それを予感しながら予想しながら、今白い部分をいつもだったら上に重ねて塗るココホワイトスタンプにつけて押してるという感じなんですね。それから今回も筆を使わずにスタンプ縛りなんですけれども、色も極力数少ない色で描きたいなって思ってるんですね。背景に使ったピンクとかブルーとかその辺の色3色ぐらいで、あとほっぺに使う色とか目の瞳孔に使う色は若干混ぜ合わせて濃くはするんですけれども、基本的にはピンクとティファニーブルーと紫、この3色で陰影をつけていこうかなって思ってるんですね。茶色とかその辺の色を使わずに、割と透明感を持たせて動脈と静脈を意識させるような感じの陰影をつけていこうかなって思っています。と言いつつ今押してるのはね白ですもんね、クリーム色というか。なので陰影は3色で、それ以外に、クリーム色とか白は使っていこうかなって思っております。そしてここでまたスタンプに埋もれてしまった下書きをちょっと起こしてる感じのところですね。もうかなり画面がデコボコとしてるので、鉛筆もまるでヤスリの上に書いてるようにどんどん削れるような感じなんですけれども、そしていよいよ色をつけていくんですけれども、今の段階だったらこのように筆でパレットの上に色を混ぜて影の色を作ってスタンプを押すというような作業をしてるんですけれども、途中で私ここで色を作るよりもそれぞれの色を押して画面で混ぜた方が面白い効果が出るんじゃないのかなと思って気づいて、途中からそんな感じになってるんですけれども、最初はパレットの上で色を作ってそれを画面に押していくというようなスタイルで始めてる感じでございます。これは一番大きなスタンプにもう直接紫を押していってますね。さっきはねちょっといきなり大胆な色をのせるのが怖くて中間色をのせてる感じでしたけれども、もうこの段階では腹をくくって割と大胆な色をのせていってる感じでございます。さてこれがどういう風な顔になっていくのか、今の段階ではもう顔がどっちを向いてるのかもわからないような感じなんですけれども、ちょっと同じ作業が続くので画面は4倍速になっております。こんな早くは押しておりません。最初の陰影を紫でつけたら、その次はちょっと赤みを足したものを混ぜて、そして今またハイライトとなる明るい部分の白を一回りちっちゃいスタンプで8倍速でお伝えしました。そんな感じでどん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 スタンプを押して、こちらはクリーム色を、こちらはミントグリーンというかティファニーブルーを押して、その上にクリーム色を押してるとこでございます。そして大体の感じがこんな感じでございます。クリーム色が見えたりティファニーブルーが見えたり、その奥に紫が見えたりしてるんじゃないでしょうか。でもまだまだ陰影と呼ぶには程遠い感じで、まだまだ立体感も出てない感じなんですけれども、ひとまず途中経過を
ちょっと今撮影している感じですけれども、いかがでしょうか。これらの作業を何度か繰り返して、これは別の日の撮影でしょうか、ちょっとその辺がもう今となってはわからないんですけれども、もういろいろ重ねて、もうどん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 重ねて、随分陰影がまとまってきてる感じで、先ほど塗ったピンクはどこへ行ったのかというような、3歩進んでは2歩下がる、そんな感じで陰影をつけては白っぽい色でその上からそれを消すような形でなじませていって、また陰影をつけてというような繰り返しの作業を、もう腱鞘炎すれすれでやっておる感じで、指先の感覚が若干なくなりつつあるところでございます。この距離で見ると滑らかに見えるんですけれども、ぐっと近づくとこのようにスタンプの凸凹というか文字が認識できると思うんですけれども、淡い紫と淡いピンク、私的に言わせていただければ憧れのキキララから、それに加えてそれらをぼかす意味での白とかクリーム色をいろいろ重ねて顔ができていっております。同じ作業なので、ここからは8倍速でお送りしております。こんな感じでございます。そして肌が出来上がったわけではないんですけれども、肌ばかりしてるとちょっと赤みが置いてかれそうなので、この辺で唇、ほっぺなどちょっと血色をつけていこうと思います。これもちょっと同じ作業なので早めにお伝えしておりますけれども、赤みが入るとぐっと人間らしさが出てくるというか、命が宿るというか、そんな感じなんですけれども、私もこの時点でこのピンクでいくら赤みをつけてもなかなか透明感が出ないなと若干思いながら、ピンクのスタンプを一生懸命押しているところでございます。なのでこの上からちょっと透明感のある赤を重ねていこうかななんて若干思いながら押してるんですけれども、今回はここまでにしたいと思います。次回ちょっとね、画材紹介を挟んだりとか、クマさんのメイキングを挟んで、次50号をお伝えするときはもっとグッとスタンプを押して顔が仕上がっていくところをご覧いただきたいと思います。地味なメイキングの解説というか雑談付きの動画なのに、最後までご覧いただきましてありがとうございました。これからもよかったらご覧ください。それではまた。